カール・フォン・ギンネカール・フォン・ギンネは、スウェーデンの博物学者、生物学者、植物学者。ラテン語名のカロルス・リンナイウスでも知られる。分類学の父と称される。同名の息子と区別するために、大リンネとも表記される。スウェーデン南部のスモーランドのステンブルーフルトに、ニルス・インゲマションの子として生まれた。若い頃には、父親や母方の祖父と同様に生殖者となる。 予定であった。彼は町の内海から教えられた植物学に興味を持ち、ルンド大学へ入り、一年後ウプサラ大学へと移った。この間に、リンネは植物の分類の基礎が花のおしべとめしべにあると確信するようになり、短い論文を書いて助教授となった。1732年にウプサラの科学アカデミーは彼の 当時は未知であったラップランド探検のために融資をした。この結果が1737年にラップランド植物史として発行された。その後、リンネは大陸へ渡った。オランダでヤンフレデリック・フロノビウスに会い、分類学における彼の研究の総工を見せた。そこでは、当時、多くの分類法に使用されていた扱いにくい記述法、例えばファイセラス・アンウアラモシシマ、 ダイミス・アングヤロシス・グレイブリス、フォーリース・デンタとセレイティスなどを、ファイセラス・アングヤラタ・ヒロハ・フーリン・ホーズキのように、簡潔で、現在身近な種名に変えた。より上位の分類群が作られ、簡単で、規則的な方法で配列された。現在二名法として知られるシステムは、その200年前に、ギャスパール・ボアンとジャン・ボアンの、ボアン兄弟により開発されたが、 リンネは科学界へそれを普及させたと言われる。リンネは個人的に常識的と感じた方法で分類群を命名した。例えば人間はホモ・サピエンスだが彼はまた2番目の人類、ホモ・トログロデューテスを設定した。哺乳動物の定義の一つが子に父を与えることから乳腺にちなみ哺乳類と名付けられた。他の動物と哺乳動物を区別する全ての特徴から リンネが生まれながらの母性の重要性に関する個人的な意見としてこれを選んだかもしれない。高貴な女性でも自らの声の授乳を誇りに思うべきであると宣言して彼はウバの習慣へ反対運動をした。1739年にリンネは医師の娘サラモレアと結婚した。2年後にウプサラ大学の薬学の教授となりすぐに 植物学の教授に変わった。動物に分野を広げて分類を研究し続けた。鉱物についても研究した。現代の視点からは、ここに鉱物が入るのは妙に感じるかもしれないが、当時の博物学では自然に存在するものを植物界、動物界、鉱物界の3界に分類していたので当然のことである。輪廻は自然界の要素を分類する便利な方法を、 心見ていただけであった。1753年に植物の種スピーシーズプラントラムを出版。植物の学名は現在でもここが出発点とされる。スウェーデンのアドルフ・フレドリク王は1757年にリンネを貴族に助し、スーミツインが助舎を確認した後にリンネは生のフォンリンネを得、後にしばしばカールリンネとサインした。この生は、 彼の父が、ルンド大学の大学入学許可の時に牧師に、ふさわしいラテン語の聖リンネを採用したのである。これは、彼の家族が育てていたシナノキに由来するものである。また、彼の親戚は同じくシナノキのラテン名にちなむ、ティランデル・リンデリウスという聖を名乗った。当時のスウェーデン人の多くは聖を持たず、不祥を用いていた。リンネの祖父は、インゲマル・ベングットソンと名乗り、 同じく父は、インゲマション、つまり、インゲマルの子と名乗っていたわけである。1778年に死去。リンネの仕事は、息子のカールに引き継がれたが、カールは、リンネの死からわずか5年後に救世し、リンネの皇帝であったカールツンベルクがその後を、引き継いだ。1735年に出版した、自然の体系以下のような功績により、分類学の父と称される。L、は、 植物の学名で命名者を示す場合にカールフォンリンネを示すのに使われる。ありがとうございます。